ヴィッセル神戸岩波拓也。まあ家族はすごい僕のサッカーの時間にすごい付き合ってくれてたんで、まあこのままこう終わっていくわけにはいかないなっていうふうに思いましたし、将来の日本代表を担うディフェンダー岩波拓也のルーツ。まあ、お父さんがすごいこうサッカーに対して厳しくて、まあ、たくさんこう怒られたりとか、まあ、すごい練習させられた日々が辛かったですけど、父の期待も背負いヴィッセルのジュニアユースに入団。プロになりたい、そんな時父から言われた言葉があった。中学校2年生の時にこうほとんどの選手がこう代表だったりエリートプログラムっていうのに参加してたんですけど、僕は全く何も選ばれずに中学2年の残った数人で練習をしてた日々とかはすごい辛かったし、まあ、そこはもう一回プロっていうのを目指さなくなった時期でもありましたし、レベルの高さに太刀打ちできず諦めかけた夢。それでも心が折れなかったのは、まあ、どんな苦しい試合でも自分、まあ、本当にどこかで誰かが見てるから常に頑張れというふうに言われてたし、自分の道はこう自分で開けって言われてたんで、父からのあの言葉を胸に自分を信じてサッカーと向き合い居場所をつかんだ中学時代だった。少しのチャンスをやっぱつかもうと思って、まあ、僕と同じポジションの選手が怪我をしたんで、まあ、そのタイミングで試合に出て活躍して、まあ、僕もそういう舞台にやっと行けるようになった、まあ、あの時期がこう一番つらかったし、まあ、そこをこう乗り越えれたのはすごい良かったなっていう思います。岩波拓也が伝えたいこと、まあ、やっぱりどっかでこう苦労したり試合に出れなかったりそういう時期が絶対来るので、まあ、そこでこう諦めずにやっぱりこうプロになりたいっていう気持ちをこう持ち続けることでまたチャンスが来たりそのチャンスをつかめたりするので、プロになりたいっていう気持ちを絶対にこう忘れないでやり続ければ、まあ、うまくいくかなというふうに思います。次回のフットニスタはセレッソ清原翔平のルーツに迫る。